で、こういう話したら、この源氏は誰なのかっていう話になると思うんだけど、もうそういうのはちょっと一回、迅速にやめてください。他の人に迷惑かかったりすると思うんで。で、これ、前に、僕がね、ギューギューの時に、やらせを登場してきたやつがいて、そいつとはコラボ断ったみたいな話をしたことあるんですよ。で、それの、切り抜き動画が上がってて、それがめっちゃバズってて、で、その切り抜きすげえ悪意があったのが、俺がコラボを断った唯一の人のことを、ガクトさんっていう風に、なんか勝手に推測でなんか名前出しちゃってて、それで勘違いしてなんか俺がガクトさんのコラボ断ったみたいになってるんですよね、ネット上で。でも名前出してないし、そもそもガクトさんじゃないんですよ、それ。全然違うんですよ、マジで。推測するのだけやめてください。はい、そういえば最近、メシみたいなの行った時に、芸人さんにこき下ろされとってん。ああ、もうそれね。あ、俺これいつか言ったろうと思ったけど、もうこれ言っていい？なんかちょっと前に会食みたいな感じでご飯の場があったんですよね。でそこになんかとある芸人さん、まあ、名前出さないんですけどってやつがいたんですよ。でそいつがこれまあほんま任せら P 入れるかどうか任せるけど、絶対入れます。そいつが YouTuber が嫌いなのか分からんけど、とにかくなんかこっちを下に見てくる発言をめちゃくちゃしてきて、で食事中もなんかね、でも結局 YouTuber なんて芸能人の真似事の落ちこぼれみたいな、うん、もう芸能界で売れへんかった子が YouTube やってるんでしょみたいな、そんな感じ来たんです。まあ僕正直ね、言ってはまあもう大人なんで、30歳なんで、もうそいつもっと大人なんですけど、余裕で。いやでも40ぐらいじゃないかと思います。あのアホ、お前40ぐらいじゃないあいつマジで40ぐらいと思うんだけど、俺もいいかと思って、まあ その場も喧嘩なんてもあれやし、食事中だったんでグッとこらえて、俺のこと呼んでくれた人とその人が友達だったから、その人は板挟みみたいなとったわけ。その人困っとった、困らせても困るし、まあ、グッとこらえてっていうことで俺はまあ抑え込んだわけやけど、正直言っていいよ、お前これ見とんか知らんけどさお前分かるやろ、その自分のことだったら俺のこと嫌いやから見てへんか分からんけど、まあこれワンチャンやフニュース上がると思うから多分お前のとこに届くかもしれんから言うとくけど、お前はっきり言うけど俺に勝ったとこ一つもないからマジでほんまにね、あいつはマジで気持ち悪かったな、ほんまに。しかもそういうの中途半端に売れたやつなんですよ、そいつもね、うん、なんかほんと圧倒的に売れてるっていう大御所のちょっと下でもないわけ、まあまあ、もう言っちゃないけど、中堅芸人のお前も真ん中のちょっと下ぐらい、これからしたらな、どうせ言うてもそんな稼いでもないし、テレビ番組レギュラーもちょっとしかないしみたいな状態やろ。よくそんなこと言えたなっていう、 YouTube 全体を敵に回すほんまにお前はゴミみたいなやつだったなマジで。まあ昔からお前もテレビ見た時にもう面白いと思ったこともほぼなかったけど、やっぱプライベートであっても面白なかったわお前ほんまに、うん、ラホさんが昔から言っただけ、なんか芸人さんプライベートで面白いですよみたいな、そういうレベル違いますねって言っとたけど、ほんまに面白くなかったマジで。お前で笑ったことないし、ないしないし、そんな世間笑ってないからなお前で。ちょっとうまいことは言うよね、でもうまいかもしれんけど、笑いは起きてないからな、はっきり言わしてもらうけど、めっちゃなんか自分でセンスあるやつって思っとんかもしれんけど、そうでもないぞ言わしてもらうけどなほんまに。じゃあもうなんか遠回しにな、嫌味な感じよ、すごい嫌味な感じ。まあどうせもう続かないんでしょみたいな、 YouTube みたいな、うん、そうそう YouTube なんで、まあもう 2,3 年で終わるからねみたいな、今のうち稼いだ方がいいよみたいな言われるんやけど、お前が30年かけて稼ぐ金額で 2,3 年で稼ぐんだこっちはほんまになめんなマジで。あいつ何なのな、ほんまあの自信。でもまあもう苦し紛れやったけどな、結局は。悔しさはちょっと出とった。芸人代表みたいな感じ言っとうけど、そんな芸人さん別に YouTube 敵対してないからな、もう。もう何なんてやっとるしね、いろんな人が。やっとるし、もう古いねん、もう YouTube を敵対するみたいな考え方が。ちょっとあいつやっぱ、売れてへん芸人、まあちょっと売れてんけど、バズり切ってへんやつ特技のなんかさ、卑屈さあったな。まああったな。うん、ほんまに。申し訳ない。なんかわからんけど、なんかもうあるよ、そういうのほんまに。ほんま突き抜けてへんやつっていうかな。まだ余裕がないんやろな、多分。それが出とったな、あれは完全に。まああれは結構ひどかったけどな、ほんま。うんだけめちゃくちゃムカつくもんな。あとよく俺もこらえたなと思って、ほんまに俺怒るんちゃうかな、ヒヤヒヤしちゃったもんね、やっぱり大丈夫かなみたいな。確かあれ見た時に俺大人になったなと思ったけどな、うん、それとなんか宮迫さんとのやつもね、なんかバカにするような感じで言ってきて、もう見とる時点でお前負けやで、はっきり言うけど、こっち見てへんだろお前のことっていうそう、あいつやべえなほんま。今までやってきた中で結構一番かもしれないな、トップクラスの老害って感じのやつだったなほんまに、うん、俺のこと知らんのぐらいの感じで来るからな、うん、確かにそんな感じだったな、うん、知らんみたいな、いや知らんってって話そんな見てへんねんこっちはって。いやあれはもうムカつく、冷静に考えたり俺もまあムカつくな、あれは。珍しくなんかこんなに人に対して腹立つなっていうことがあったな。しかも長いねんそいつはマジで、まあ、長いな。それ飯中やから今言ったら2時間ぐらいあるわけやんか、後半の1時間がずっとやからな、ネチ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 と。面白いいじりでもないし、いじりとでもなんかネチっこいひがみみたいな。あー確かに。 YouTuber なんて結局誰でも撮れるような動画撮ってみたいな、お金稼げてみたいな、うん、まあ、どんな気持ちでやってんのぐらいの感じで来るわけ、うん、ちょっともう怒りでビッグマック食えんな、いやマジマジ、あいつだけはマジで。いつかテレビ出て共演したいな。これも見てみんなふりするんやろうけど、うん、ほんまに面白い人なんやったらやっぱ来てほしいなと思うけどな。これすら笑いに変えてほしいと思う俺は。それ言っとったことも、そう、この出来事すらも笑いに変えてほしいなと思うけどな。いやそれをあれが笑いに変えるってすごいけどな、無理やろうけどな、あいつには、うん、あいつは無理やろうな
そんな腕はないわ、あいつには。まああれがやばかったな、ジジック全部話せばな、あいつすごい。あとなんかめっちゃ勘違いすごかったな、芸人仲間の話出して、あの芸人は面白くないとか言ってたけど、言っとったの、そうよっぽどお前の方がおもろないぞってのはみんな思っとったな、心の中ではな、普通に。確かにな、そうそう、この人の名前出すみたいな、全然お前レベル違うやんけみたいな。あと M1 のやつな、 M1 のこの審査員に対しての愚痴とかな、あ結構言っとったの。いやもうあれはもうこんなんこう思ったとかなんか言っとうけど、お前呼ばれるレベルでもないしさ、審査員に。お前のこと M1 で見たことないし、一度も帰る外なんて、もう完全にそんなやつがごちゃごちゃ言うなって話、ほんまに。今となっても名前も顔もムカつくもんな。しかも世間には結構多分好感度高いみたいなポジションの名前、あの人って。でああいう人の裏の顔がほんま早く出てほしいなっていう。分身の仕事ほんまに待ってますよ。あと俺最近なんかめっちゃなんか悪い夢見るんやな。あ悪夢、しかもめっちゃリアリティのある夢見るんやな、めちゃくちゃ。それもすごいリアリティのある夢見ないの最近俺。俺結構 4,5 回連続でそれ見とって。同じ夢、いや似たような感じの夢、なんかほんまになんか現実ありそうな夢見とって、あなんなのあの感じ、ずっと見るのそっち系の夢。悪夢もでも最近あいつのせいかな。いやあいつのせいじゃないじゃん。あいつのせいかもしれない。やっぱその蓄積されたこの怒りっていうのがやっぱこのたまりたまった、今やっと放出できたって感じ。まだ放出しきれてないけど、ほんま俺はもう全部解き放ちたいんやけど、まあ、でもさすがにそれはまあさすがにかわいそうな気もするからやめとくけど、でも結構おるらしいからな、やっぱそのテレビ出た時とプライベート全然違うみたいな、おるらしいから。タクシー運転手の人とかたまに聞くもんな。ああ言うな。そうそう、一番なんか態度悪かった人誰ですかって聞いたら、めちゃくちゃ好感度高い人の名前上がったこと2回ぐらいあって、同じ人しかも。確かに。そうだからほんまになんか態度悪いんやなと思って、あの人はほんま悪い言ってた、そう言っとったら一番嫌われたみたいな。そうそうそう、タクシー業界の中で嫌われたみたいな、そもそも態度が悪すぎて。だからテレビに出た姿が全てではないっていうね。まあこれ YouTube も同じだと思うけどな、 YouTube 見ていい人悪い人っていうのを見るのは結構安易かなっていうふうには思うな。とりあえず俺が伝えたいのはそのアホみたいな芸人に声を届いてほしいなんて、それだけです。いつかもう直接対決したいですね、テレビとかでも。どこでもいいんで、こっちはもうどこでもいいから、もうノーカットで生放送でもいいから、その瞬間を待ってますね。はい、正直別に言わなくても本当良かったことを、まあこうたくさんの人が見る場で言ってしまったっていうのは、やっぱ自分がまあちょっとね、認識が甘かったというか未熟だったからかなというふうに思うので、本当にお騒がせして、そしてなんかまあ嫌な思いしてしまった方、皆さんすいませんでした。でその実際の当事者の芸人さんとももう完全に和解しまして、まあ これ以上、まあ、僕が名前を出したりとかこうなんていうかにすると、まあ、絶対影響を及ぼさないというふうになったので、完全に和解して、もうこれについてはもう何も言わないというふうに決めました。まあ、これを聞いてなんかちょっとむずがよくなったりする人もいるかもしれないんですけど、まあこれらは全部僕がまあ言わなくてもいいことを言ってしまったんで、まあ全部の日は僕にあると思うんで、その辺は全部僕に僕のことを叩いてくれればいいかなというふうに思います。